皆さんこんにちは。今回は謎解きクエストっていうイベントが新しく出たので、このね、始まりの街天文広場のこのマップ右の方ですね。これメニューイベント一覧からこれいけるんですけど、これ話しかけるとクエスト受けられるんですが、クリアしたんで見れないと。でこれで、どこ行けば探せる探し物見つかるかっていうのを、一応録画しておいたんでちょっと見ていこうかと思うんですけど、その前にちょっとやり方ですね。クエストをこうやって進めると、これ出てくるんですよ。このどこら辺、このヒントみたいなのが出てきて、これどこ行くと探し物見つかるかっていうのがあって、でこの、画像のところに近づくと、その通常攻撃ボタンが虫眼鏡マークになるんで、それで分かるんで、それで進めていく感じですね。でこれメニュークエスト受注クエストってやると、このどっかにね出るんで、そのヒントの画像が見れるところが出てくるんで、それで逐一確認していくって感じなんですけど、俺はいちいち見るのが嫌なんで、写真撮って、もう一つの端末の方に画像を送って、それ見ながらちょっと探していきました。最初ね、このね、石の石柱の場所、次への道が示されるって書いてあったんで、ちょっとここから、メニュー受注クエスト、あ、未受注クエストか、サブクエ案内人のところから飛んだ方が早いかと思って、で11層のこの気持ち悪いのをどうにかしてっていうので飛びました。でここに行ってみた感じで、ちょっとこれ早送りして、右下にこれ虫眼鏡マークに変わったんで、これで押します。すると、これちょっと迷走したんですけど、すげえ迷った、これどこだどこだみたいな。でこれで結局11の1、やっぱ11の1なんじゃないかなと思って、戻ってって感じだったんですけど、で最終的にここら辺ですね。どこだろう、どこだこれ。いろいろさ、そのさ、壁際こういろいろ探してたんですけど、この洞窟の奥の方のこの石の声を聞く者っていう人がいるんですけど、ここの近くだったんですよね。あ、ここですね。ここにあったんで、そしたら、次で20層ですね。フロア20になっ、あったんで、これヒントを手に入れたってあったんで、未受注クエスト周回って進んで、で、20層の、ウォールナットかな。ウォールナットが早いかなと思ったんで、飛んで、で、そっから、その階段の、くぼみの部分ですね。途中からこれもしかして下とかじゃなくて、これ一番上の方なんじゃないかと思って、これなんだろう、多分階段これ一番上から下下下左左っていう、多分このくぼみの横な、途中でかいモブに遭遇したら倒してたんです。有料な金属片がほぼ確で出るんで、ブーストモード課金してるから。で、ここでしたね、最終的に。これは、天文の近くですね、27の1の。ここでしたね。で、ここで虫眼鏡マーク変わったんで、で、次50の1でしたね。50の1、これは、わかりやすかったですね。これは、50の1の、本当だったら、俗是非拾わ道なりじゃない方で飛んだ方がいいですよ。浄化ポーションもらえる、この良薬だけどうまいお茶。これから飛んだ方が、あ、こっちから飛んだんかな、わかんないけど。これで、マップの、この一番、ここですね、ここら辺、このマップの真ん中。で、ここ来るとね、ほら、虫眼鏡マークに変わったので、で、これで、次これなんか、ちょっとね、これ難しいかな。これ8層だと思うんですけど、てか8層なんですけど、これで、サブクエで、俺は精霊駆逐作戦っていうさ、8層のサブクエで飛んだんですけど、これは、そっちじゃない方かな？この漂白の森林の。マップひ、あの左上っぽいところ、左の方かな、そっちから飛んだ方が早いかもしれないですね。これは地道にね、この氷、クリスタルのところを探しに行ったんですが、最終的に
あ、ちゃんとマップ開いてあった。ここですね。ここサブクエの近くなんで、ここでクエストクリアってなりましたね。一番最後宝箱がここにあって、まあ、これで話しかけて、まあクリアっていう感じになりました。ちょっとね、本当にこれ宝探しめんどくせえっていう人多いと思うんで、まあ、今回動画にしようと思いました。まあ、これでね100ジェムもらえるっていうのは、まあ、人によってはなんかこれめんどくせえ、こんなことしないといけねえんだよっていうかもしんないけど、まあ、俺はなんか個人的に本当にすごい楽しめたんで、まあ、めちゃくちゃ楽しかったこれなんかゲームやってんなって感じがしたんで、まあ感じ方は人それぞれだと思うんですけど、俺は楽しめました。ぜひね、本当に場所わかんない人とか、この動画見て、やってみ、見てくれたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。